こんにちは、いがりです。今回も一緒に勉強していきましょう。数についてやっていきます。前回までで1から10までの数、正しい書き方を勉強しました。さあ、その後たくさん練習したでしょうか。今回は大きさ比べっていうのをやっていきます。みんなに何ができるようになってほしいかというと、じゃん。1から10までの数の大小が分かるようになってほしいと思います。さあ、大小って何かっていうと、これ字、大きい、小さいなんだけど、例えば1と2比べたとき、どっちのが大きいかなと、どっちのが小さいかなっていうのが分かるようになってほしいってことです。さあ、まずは1から10までの数、ちょっとおさらいです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。で、これが1、これが小さい数になります。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10に向かうにつれて、どんどん大きな数になっていきます。だから1と2を比べたらどっちが大きいかなって言ったら2のが10に近いので2のが大きくなるよね。じゃあ3と8を比べたらどっちのが大きいかなって言ったら8のが10に近いので8のが大きい数になります。はい。1から10までの数、大きさですね。量とかって言うんだけど、見てみると、はい。10に向かうにつれて、1ずつ増えていってます。こんな感じ。よいしょ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10に行くにつれて、1ずつどんどん増えていってます。それでは、じゃん。今回やること発表します。何をやるかというと、はい。2つの数の大きさを比べてみよう。全部で10問やってみたいと思います。2つの数。1と2とかね、出てくるので、さあ、じゃあどっちが大きいかな、答えてください。それでは、いきます。まず1問目、じゃん。さあ、1と10です。どっちのが大きいでしょうか。はい。10だね。これは簡単だったかな。じゃあ次2問目いきます。じゃん。はい。2と9、どっちが大きいでしょうか。はい。これは、9ですね。はい。じゃあ3問目、どんどんいきます。はい。8と4、どっちが大きいでしょうか。はい。8ですね。はい、次4問目。7と6。さあ、どちらが大きいでしょうか。はい。7ですね。OK。はい、次半分。5問目です。はい。3と5。どちらが大きいでしょうか。はい。5ですね。はい、次6問目。2と1、どちらが大きいでしょうか。はい、2ですね。はい、7問目。はい、10と8、どちらが大きいでしょうか。はい、10ですね。
さあ、残りあとちょっとです。はい、8問目。4と7、どちらが大きいでしょうか？はい、7でーす。はい、9問目。じゃん。はい、6と3、どちらが大きいでしょうか？はい、6ですね。はい、最後、10問目ラストです。じゃん。9と5、どちらが大きいでしょうか？はい、9です。さあ、全部で10問やってもらいました。皆さんは何問正解できたかな？はい、それでは、1から10まで数える練習、これからもどんどんしてみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、今日は、3と5とか、8と9とか、2つの数字をどちらが大きいかなって比べてもらったんだけど、今度お家の人とやってみるときに、じゃあ1と2どちらが小さいですかとか、あとはね、1から10までは順番に数えられると思うんだけど、逆に10から1、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。で、下がる練習もどんどんしてみてください。それでは最後まで動画見てくれてありがとうございました。また次の動画で一緒に勉強していきましょう。